ハッブル宇宙望遠鏡で観測したソンブレロ銀河の低電離中心核気線領域。ソンブレロ銀河はライナー銀河の例である。クレジット、HST、NASA、ESA、低電離中心核気線領域は、そのスペクトル線によって定義される銀河核の一種である。ライナーと呼ばれる。 スペクトル線には通常、O, O, N, S 等のしばしば弱イオン化された原子が含まれる。逆に、O や N, HE 等の強イオン化された原子のスペクトル線は比較的弱い。この銀河核の分類は、1980年に出版されたティモシー・ヘックマンによる銀河核のスペクトルに関する一連の論文の3本目で初めて報告された。 ライナー角を含む銀河はしばしばライナー銀河と呼ばれる。非常に一般的な存在で、地球から約2000万パーセクから4000万パーセクの距離までの近い銀河のうち、約3分の1がライナー銀河である。ライナー銀河の約75%は、楕円銀河、レンズ状銀河かまたは、大きなバルジと傷ついた、過剰腕を持つ、渦巻銀河である s、s A。 サブ銀河である。不規則銀河ではめったに見られないライナー銀河は、また、2つの銀河が相互作用した際に形成され、大量の赤外線が確認される高高度赤外線銀河としてもよく見られる。高高度赤外線銀河の約4分の1はライナーを持つ。ライナーは、2つの科学的な議論の下中にある。一つ目は、 これらの銀河の中心でイオンガスを冷気させるためのエネルギー源である。超大質量、ブラックホールを伴った活動銀河核に由来するという説や、星形成領域に由来するという説がある。二つ目の問題は、イオンがどのように冷気するのかという問題である。これにはガス中を電波する衝撃波によってイオン化されるという説や、 紫外線による光電離が原因であるという説がある。これらの議論は、ライナーが高度や形状の非常に様々な銀河に存在するという事実によってさらに複雑になっている。その上、ライナーのエネルギー源に関する議論は、星形成領域や活動銀河角からの光が高高度。 赤外線銀河で見られるような超高度の赤外線を生成し得るかという問題とも絡んでいる。エネルギー源についてもイオンの冷気の気候についてもまだ解明されていないが、多くのライナーは活動銀河核と関係があると考えられている。星形成とライナーの活動の関係を探るために数多くの探索が行われた。 もし星形成とライナーの活動の間に関連が見られると、ライナーのエネルギー源が星形成領域で見られる。熱い構成によるものであるという可能性が大きくなる。しかしライナーでの星形成が見られなければ、星形成はライナーのエネルギー源の候補から除外されることになる。スピッツァー宇宙望遠鏡を用いた近年の観測で高高度赤外線銀河のライナーと、 星形成活動の間の明確な関連が示された。高高度赤外線銀河の中赤外線のスペクトルが、スターバースト銀河の中赤外線のスペクトルと類似していることが分かり、高高度赤外線銀河のライナーが星形成からエネルギーを得ていることが示唆された。しかし、活動銀河核の中赤外線のスペクトル線のいくつかも同様に類似していることがわかり、 星形成はこれらの銀河の唯一のエネルギー源ではないとの指摘もある。しかし、ライナーを伴う近隣の通常の銀河では状況が異なっている。近赤外線分光探索により、星形成がエネルギー源になっていると考えられる。通常の銀河のライナーはわずかしか存在せず、近隣の銀河の多くのライナーの星形成活動は低い。 しかも、多くのライナーでは、古い恒星の割合が多く、スピッツァー宇宙望遠鏡で観測した、中赤外線スペクトルは、星形成に由来するものとは似ていない。これらの結果は、近隣の通常の銀河の多くのライナーは、少数の例外を除いて星形成が、エネルギー源にはなっていないということを示唆している。ありがとうございます。